明るい世の中になってほしいという願いがありますので、まずスポーツの世界でオリンピック周知されるとやはり世の中が良くなってきますので、その意味で、スポーツから選ばせていただいたのと、やはり政治が良くなっていって経済が良くなっていけばですね、明るい世の中になると思いますので、いい政治を期待してですね、安倍首相を選ばせていただきました。お雛様はお祝い事に贈るものです。この人形を見てですね、明るいイメージになっていただいて、いい世の中を築いていってほしいというのが私たちの願いではあります。